ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。でっかい存在になりたい。またお前は突拍子のないことを言うな。今度はどうしたんだよ。私気づいちゃったのよねー。この世で一番巨大な生き物って、クジラでしょ？え？まあ。うん。じゃあそのクジラを超えるサイズになれば、私は世界最大の生物になれるってわけよ。まるで意味がわからんが、一応未確認生物の中には、クジラを超えるサイズの生き物が存在しているんだぜ。そうなの？そもそも大きくなって何がしたいんだよお前は。まあ、その話は一旦置いておいて。それじゃあ、今回は推定50メートル超え、巨大すぎる未確認生物について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、シーサーペントだぜ。ああ、なんだか聞いたことある生き物だわ。どんなんだっけ？シーサーペントは海で目撃される細長くて巨大な未確認生物だぜ。その姿は蛇に似ていて、大海蛇なんて呼ばれ方もしているみたいだな。クジラの最大サイズが推定30メートルに対し、シーサーペントのサイズは推定50メートルだ。50メートル？そんなにでっかいの？シーサーペントは世界中で目撃されているみたいでな。最初に発見されたのは1977年、ニュージーランド沖で日本の漁船が引き上げたらしい。引き上げた物体はすでに害になっていたが、凄まじい腐敗臭がしたため、すぐに海に捨てたとか。捨てたんだ、もったいないわね。ただ写真や組織などは一部回収されたみたいで、それらを見た研究グループはウバザメの可能性が高いんじゃないかという意見を出していたらしいぜ。ウバザメってあの口が大きいサメか。そんなに似てるものなのかしら。どうだろうな。実際にウバザメが腐敗して、ドロドロの状態になったものを見たことはないが、実際専門家もウバザメだと断定することはできなかったようで、引き上げられた生物の正体は、最後までわからなかったみたいだぜ。他にも目撃情報はある。イギリスのコーンウォールにあるファルマス湾にて、巨大な生物の目撃証言がたびたびあるらしいんだ。目撃証言によると、その生物には頭に角が生えていて、首の後ろには毛が生えていたらしい。おお、具体的な目撃情報があるのはありがたいわね。ただ、この生物の大きさはおよそ6メートルから12メートル程度だったと言われている。おそらく別の生物か、あるいはシーサーペントの幼体なんじゃないかと言われているぜ。幼体ねー。できれば生態を見てみたいけど、もしそんなもん泳いでたら、街中パニックかしら。まあ、そうだろうな。実際、シーサーペントは50メートルに達すると、言われてはいるが、目撃情報の中で、50メートルに達している個体が、出てくることはそんなにないようだぜ。あら、そうなんだ。てっきりどこかの海で、50メートル級のシーサーペントが発見されたのかと。シーサーペントかは不明だが、一応1915年にドイツの潜水艦が、体長20メートルほどのワニ状の生物を目撃した、という報告をしているらしいぜ。これでも50メートルにはまだ遠いが、すでにクジラ並みのサイズになっているよな。クジラとワニを見間違えるとはあまり思えないし。その生物に関しては謎ね。他にも、シーサーペントとおぼしき生物に人間が食われた、なんて話もあるみたいだぜ。シーサーペントって、人間を襲うの？冒頭で見せた絵、人間が食われていただろう？どうやら普通に襲って食べてくるようだぜ。そんな平然と解説されても困るんだけど？怖すぎるわよ、人間を食べるなんて。まあ、おそらく人間を食べるサイズのシーサーペントは20メートル級のものくらいだろう。大きくなりすぎたら人間くらいじゃ栄養が足りないから、もっと大きな獲物を狙い始めると思うぜ。サメとかシャチとか、もっと大きいのうな。それはそれで怖いわね。海の捕食者が捕食されてるところを見たら、トラウマになっちゃうわ。次に紹介するのは、カツオノエボシだぜ。ちょっと待って、マリサ。どうしたんだ？カツオノエボシってあれよね？なんか青色の餃子みたいなやつよね？餃子って言っていいのかはわからないが、言いたいことはまあわかるぜ。あの生き物、別に未確認生物じゃなくない？思いっきり人々に認知されているでしょう？確かに、カツオノエボシは未確認生物ではない。だが今回、その道の生態と、その長すぎる、ある部分ゆえに、今回紹介しようと思ったんだぜ。ほほう。そこまで言うんだったら、私がちゃんと驚くような生物なんでしょうねー。そうだ、期待は裏切らないつもりだぜ。それじゃあカツオノエボシの説明に入っていくが、カツオノエボシのどこが巨大かというと、その触手だぜ。触手？確かにクラゲの仲間って大体長い触手を持っているイメージだけど、いくらなんでも、50メートルに達する触手を持っているわけないでしょう。ところが、カツオノエボシの触手は50メートルに達するものもあるんだぜ。
どんだけ長いのよ。引いちゃったじゃない。一応一般的な長さとしては10メートルくらいらしいが、中でも長い触手を持つものはそうなるらしい。10メートルでも十分長いけど、触手って確か、攻撃に使うのよね。そうだな。カツオのエボシは触手に強力な毒を持っている。その威力は、まるで高圧電流を食らったかのような衝撃で、その痛みからカツオのエボシは、別名電気クラゲとも言われているんだ。電気が走ったような痛みってこと？怖ぁ。刺されたくないわ。刺されたらミミズバレのように赤くなり、痛みは数時間続くらしいぜ。ただ痛いだけならまだマシなんだが、カツオのエボシの毒は、アナフィラキシーショックを、起こす危険性も秘めているんだ。アナフィラキ？なんだっけ、聞いたことがあるようなないような。アナフィラキシーショックというのは、アレルゲンなどの侵入により複数の臓器に、アレルギー症状が現れて、生命に危機を与えうる過敏反応と言われている。アレルゲンなどの侵入によるアレルギー反応というのは要するに毒が体に入ってきた時のことだな。これの特徴は、毒を2回体に入れた時に起こることだ。とりあえず、2回刺されたらヤバいってことがわかったわ。絶対触らないようにする。そんなヤバい毒を持つ触手を50メートル先まで伸ばすことができるんだぜ。小さな体をしているのに、やっていることはまるでハンターだよな。ちなみに、カツオのエボシは日本でもたびたび目撃されることのある生物だから、海岸に青色の餃子みたいな奴がいても、迂闊に触らない方が身のためだと思うぜ。ひぃ、もう絶対海岸には行かないわ。続いて紹介するのは、ヤクママだぜ。ヤクママ。ヤンキーの、ママ？子供がヤンキーになってもママは子供のことを愛し続けている。てちげえよ。ヤクママという名前の未確認生物だ。随分変わった名前をしているけど、一体どんな生き物なのかしら？ヤクママは、アマゾンに生息すると言われている、超巨大なアナコンダのことだぜ。実際アナコンダなのかはわからないけどな。アナコンダの最大サイズは9メートルと言われる。50メートルもの巨体になることはほぼありえないはずだからな。そうよねー。そんな巨大なヘビがいたら、人間なんかどうしようもないものねー。ヤクママは地元で生活している人間にはかなり恐れられている存在で、伝説では、ヤクママは全ての海洋生物の母であるとされているそうだ。その巨体から繰り出される肺活量も恐ろしく、100歩以内にいる生き物を全て吸い込むことができるらしいんだぜ。生き物を吸い込む？ヘビってそんなことできるの？本来はできないはずだが、ヘビは生き物を丸飲みにするからな。もしかしたら、その丸飲みの際の吸引力がそのまま肺活量になっているのかもしれない。かなり無理のある解釈な気がするけど。まあ、伝説ではそうらしいから納得するわ。ヤクママが目撃されたとされるのは1900年代、巨大なヘビがいると聞いた男二人が、そのヘビを、スタメにボートに乗って、川に爆発物を投入したそうだ。大きな爆発が起きた後、巨大なヘビが怪我をした状態で浮かんできた。しかし、それだけの爆発があったにもかかわらずヘビは生きていて、そのまま泳ぎ去ったそうだ。爆発物を投げたのに生きてるって、フィクションじゃないんだから。フィクションじゃないのはわかるが、伝わっている話では、確かにそうなっているらしいぜ。また、ヤクママは古代の巨大ヘビ、キタノボアの生き残りか子孫なんじゃないかとする説もあるぜ。キタノボアって、確かすっごく大きいのよね。そうだな、体長は12メートルあったとされているぜ。このサイズで12メートルなんだから、50メートルがどれだけでかいかは、想像できないよな。怖すぎ。こんなのに出くわしたら、まさに蛇に睨まれたカエルみたいになっちゃうわよ。しかしまあ、キタノボアとヤクママに関係があるのかは、いまいちわかっていない。また、伝説によれば、ヤクママは決まって雨の日に現れるそうだ。雨の日に？どうしてかしら。現地の伝説ではヤクママは全ての海洋生物の母とされているからな。水にまつわるものがある時に、一番進化を発揮するんじゃないかと思うぜ。しかし、人間と水というのは切り離せないもので、川の近くに人間は村を作りがちだ。ちょっと待って。川の近くに村なんか作ったら、当然、ヤクママが黙っていない。自分の領域に入った人間を、ヤクママは許さないぜ。ひえー。早く村を移動させた方がいいわよ。人間も無意味にやられるわけじゃない。自分たちを守るために、巻貝の笛を持つようにしたそうだ。そんなもんでどうにかなるの？もしも水中にヤクママがいるときは、その音で近くに人間がいると気づくだろう？それで顔を出してきたら、そのときは水に近寄ってはいけないとき。そうやって危険を察知する知恵を身につけたんだよ。なるほど。事前にヤクママが近くにいるかわかれば、ある程度危険が回避できるってわけね。まあ、それでも50メートルある怪物だ。水が近くにないと生きられないのは確かだが、なるべく関わらないようにする生き方を模索するのも必要なことだとは思うぜ。続いて紹介するのは、ミニョコンだぜ。
ミニョコン。これまた不思議な名前をしてるわね。今回はどういう生き物なの？ミニョコンは、巨大生物としては珍しい部類かもな。なんと、超巨大なミミズだぜ。ミミズ。ミミズが50メートルもの巨体を持ってるっていうの？どうやらそうらしいぜ。ミニョコンが発見されるのは、さっきのヤクママと同じく、アマゾン川流域だぜ。もしかしたら、ヤクママと見間違えられている。可能性もあるが、ちゃんとミニョコンだけの伝説も残っているんだぜ。最初に目撃されたと思われるのは、1849年。アマゾン川近くに住んでいたとある一家の家の屋根を、何かが何度も叩いてきたらしい。いきなり怖すぎでしょ。私だったら泥棒かと思うわ。一体何事かと思ったが、一家はその時は恐怖で外に出て確認することが、できなかったらしいんだ。翌日の朝、音がしなくなっていたので恐る恐る屋根の上を見に行ってみると、そこには、3メートルほどの幅がある、深い溝が屋根にできていたそうだ。ひえー。うちが壊されている。その巨大な道は家の付近にも続いていて、何か巨大な生物が通った後であることが分かった。この事件から、超巨大な謎の生物がアマゾン川付近にいることが判明した。そして次に1870年、とある村人が川の土手で、巨大なミミズを目撃した。急いで村の人間を呼んで、その場に戻ってみたが、そこにミミズの姿はなく、地面を掘り進んだような痕跡だけが残っていた。その時は、はっきりミミズだって分かったのね。目撃証言によると、そうみたいだな。それ以降ミニョコンは何度か目撃されることになったようだが、なんせ50メートルはあると言われる超巨大なミミズだ。捕まえることは至難の極みと言ってもいいだろうな。でも、そんな超巨大な生き物、放置しておいたら、そのうち家を壊されるんじゃないかしら。っていうか、本当にミミズが50メートルにもなるのかしら。いまいち信じられないというか、一応、発見されているミミズの中で、世界最大のものを紹介すると、南アフリカに生息する、ミクロカエツスラキというミミズがいるみたいだぜ。画像では一応手で持てるサイズだが、巨大になるとなんと6メートルに達するらしい。なんじゃこりゃー。まるでエイリアンよ。巨大すぎるでしょこんなの。しかし、実際にいる生き物みたいだぜ。私も初めて見た時は驚いたけどな。世界には信じられないような巨大な生物がいる。ミニョコンもその類ってわけだな。ちなみに、ゴビ砂漠周辺では、モンゴリアンデスワームという、50メートルまではいかないが、巨大なミミズ状の生き物も存在しているぜ。こういう未確認生物も報告されているわけだから、ミニョコンも存在しているかもしれない。だとしても、ミミズってやっぱり、ちょっと気持ち悪いし、もう少し可愛らしい見た目の生き物が巨大化してくれたら嬉しいわね。お前、例えばネズミや猫が巨大化したら、それはそれで怖いと思うぞ。最後に紹介するのは、人気なんかだぜ。人気なんか。人気なの？そうじゃないの？どっちなのよ？そういう反応すると思っていたぜ。人気なんかは、西アフリカに生息すると言われる、未確認生物だぜ。発見されたのは、西アフリカにあるガンビア共和国、その国のキエンウエスト国立公園の沼地らしい。沼地？公園に沼地があるの？公園といっても、日本のように遊具があるわけじゃなく少し整備された土地と思った方がいいかもな。人気なんかはその公園の沼地で発見されたわけだが、写真がなかったので、とある絵師さんのイラストを掲載させていただくぜ。人気なんかは現地の言葉で悪魔の竜という意味を持っているらしく、その名の通り、姿形はまるで竜のように翼があり、角を生やしているそうだ。さらに一説によると、口から炎を出したり、攻撃をしてきたりすることもあるらしいぜ。かなり危険な生き物じゃないの？そんなのが普通に公園にいて大丈夫なの？一応2006年にイギリスの動物学者が、人気なんかが生息しているのか調査したらしいが、その生物が生息しているという確たる証拠が得られなかったとしているぜ。調査を終了した学者たちも、本当にその生物がいるのかどうかは疑わしいとコメントしているらしい。発見できなかったのは、動物学者的にも悔しいでしょうけどねー。まあな。他にも人気なんかは、目撃してしまうと病気を患ってしまい、数週間のうちに、ぬとも、言われているんだぜ。思いっきり悪魔というか、災害レベルの生き物ね。本当に存在しているのかどうかはわからないけど、50メートルサイズの生き物が目撃されないって、結構難しい話じゃないかしら。まあそうだな。しかし、人気なんかは今回紹介した未確認生物の中では、唯一しっかり調査がされた生物だからな。こいつだけは、今のところいない説の方が濃厚だぜ。まあねえ、現地で調査をした結果、実在は疑わしいって言われちゃったらねえ。一応、キエンウエスト国立公園の沼地には、ワニやオオトカゲといった生物も生息しているらしく、それらを見間違えたんじゃないか？
という説は出ているみたいだな。でも目撃証言によると、角が生えていて翼も生えていたのよねー。ワニにもオオトカゲにも、翼なんか生えていないじゃない。そこは確かに疑問として残るんだよなー。もしかしたら、新種のワニかオオトカゲか、という意見も出てきてはいるんだが、結局正体はわからず、謎は深まるばかりか。まあ、今回の巨大未確認生物たちは、一応目撃証言はあるものの、実在しているかどうかの可能性は、比較的低い生物たちだったからな。もしいなかったとしても、そこまで落ち込むことはないぜ。まあねえ、でもいないとなると少しショックかも。私の個人的な予想としては、やっぱり地上で発見される生物の中で、50メートル級は、あまりいないと思うんだよな。もしもいるとしたら、やはり水中、海の中に隠れていると思うんだよ。ああ、その意見には賛成だわ。確かに、未だに調査しきれていない海もあるわけだし。調査を続けていけば、もしかしたらシーサーペントなら発見できるかもしれないし、さらにもしかしたら、海水に適応しているヤクママやミニョコンなんかも、発見されていくかもしれないな。もしも50メートル級の生き物がみんな海にいたら、海の覇権争いが激化していくわね。そういえば、霊夢は冒頭ででかい存在になりたいとか言っていたが、あれは何だったんだ？え？あれ？だって、目立ちたかったんだもん。ん？え？いやほら、視覚的に大きくなれば、嫌でも目立つでしょ？だから巨大化して、目立とうかなーみたいな。目的に対して発想がパワフルすぎるだろ。それにでかくなるのもメリットばかりじゃない。エネルギーはその分必要になるし、何をするにもパワーがいる。今みたいに饅頭の体で楽な生活はできなくなるんだぜ。何？それは由々しき事態だわ。やっぱり私、この体のままでいいわ。はいはい。まあ、一度巨大な体になって、クジラやクマなど、巨体を持つ生き物の気持ちになるのも、面白いかもしれないけどな。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。